ザ。こんにちは、さゆたかさん、はい。プロ野球も熱いですが、はい、なんといっても今佳境なのが高校野球、甲子園で行われている。感動があるな。毎年毎年そうですね。もうね、これ1回戦で負けて当然だろみたいな、うん、1回戦で負けるんちゃうかなっていうのが感動をこう起こして大きな波を作ってくるんだよな、うんうんうん、まあそれは今年は、はい、まあ、大社だったね。もう大注目、島根の初出場、大社高校。いや、初出場じゃない。初出場ではないんですね。もう100年ぶりのベスト4に入るか入らないかっていう。あ、そうなんですね。いや、初出場じゃないよ。あ、そうだったんですね。神に守られてるみたいな、そういう戦い方だったけどさ。いや、1回戦お前報徳学園破ったからな。そうです、まずそこでびっくりしたよ。すごく注目されて、いや同じ中国地区だから、はい、やっぱり注目してたんだよ、うん、報徳か苦渋悪いなとか思ってたら、はい、失礼しました。感激だよ。そうでしたね。まあ、当日、はい、もう確実にやられると思ったら勝っちゃったよ、うん、だからまあ、はい、そういう感動の裏にはね、うん、マニアっていうピッチャーの子がいて、はい、いやよく頑張るな、ひょうひょうとしてるんだよ、うん、明らかに我々は力はないと、はい、しかし神がついてるというような戦い方にしか見えないんだよ。大社ってすごく大きな、はい、多分神社だと思うんだけど、うん、ついてんだよね、はい。まあ、名前からしてもね、いや、そう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 、いやだからもうね、はい、本当に神がついてるんじゃないか、神が後押ししてるんじゃないかっていうぐらいの、うん、なんか戦いにしか見えないんだよ。なんかこの神がかってるようなこう戦いぶりと決してエリートがいるわけじゃないし、うん、でその中で3年生1人だけベンチに入れないんだよね。なんかメガホン持って一生懸命、うん、大応援団と一緒に応援してるっていうところを見るとさ、うん、感動するなと思って、うん、でその3年生に話を聞くわけよ。ちょっとビハインドでね、上村の時に、うん、どうやったら点取れますかみたいな、藤原の足を使ってみたいなことを言うんだけど、うん、そんなに速いんだと思ったら、守備についた時めちゃくちゃ速かったよ。あ、そう、守備についた時のこれは速いと思って、足だけだったらプロで使えると思って、藤原選手、藤原選手、一番打ってたんだけど、バッティングはまだまだ非力だけどね、脚力はね、俺はまあやっぱ使えるわ。あ、そうなんですね。やっぱり3年生、同じ3年生だけどよく見てたね。そうなんですね、うん、チームメイトは。いや、そうそう。で、なんか大社高校ね、負けた時に何かストーリーがあったというか。まあまあ、ね、負けた時にはそのね、地元に二重の虹がかかったというような、はい、まあそういうね、話があるけど、はい、感動を呼び起こした、うん、やっぱ高校野球っていいなって思わせたチームだね、うん、そうだったんですね。やっぱり今年はそのバットが飛びづらいバットに変わってから、なかなかその強豪校がそこに対応しきれなかったりとか、なんかそういうのもあってというのも記事では出てたんですけれども、その中からニューウェーブというか、まあ、そうだね、うん、まあ、セカンドの子もね、本当によく守った。ああ飛びついて2本ぐらい取ってるけど、うん、あとはイレギュラーパーンと弾いて、はい、弾いたやつをパッと取って一塁に投げたり、なんか本当に守りがしっかりして感動的だったし、うん、場面場面を切り取れば、はい、感動のシーンがね巡ってくるというような、うん、また応援団ね、はい、応援団が来たら負けたというね、まあ、たま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 、まあ、たまたまね、たまたまでも上村もね、やっぱ応援団の中で、うん、やっぱすごく立派な戦いをしたというね、うん、エースの子を追い詰めていって、はい、早瀬という、はい、190ぐらいあるのかな、2年生のピッチャー。そんなに、もう本当に細細なんだよ、はい、でその子が変わって投げていくんだけども、うん、まあ見事だったな、いいピッチャーになるね。あ、なりますか今、うん、2年生、うん、こっちはもう同じ地区だし大社応援してるし、はい、で上村って鹿児島から出てきてるじゃん、はい、鹿児島に住んだことがあるから。あ、豊さんですか、うん、へえ。いやだからちょっと複雑な思いで見てたんだけど、はい、長年住んでるのは中国地区だし大社ともね、多分ね俺高校の時練習試合はやってると思うんだよ。あ、そうなんですか、ね、あそこら辺で練習試合とかやるから、はい、まあ、大社を応援してて、うん、スライダーなんで打てんのかなとか思いながら、うん、もうイライラしながら見てたんだけどさ、はい、まあでも最後の最後までこう自分の形を貫いて、うん、まあ早瀬というピッチャーが
いいピッチャーになるだろうなと思うな。あ、注目楽しみです ね、 ね、またね、来年も出てくるのかなっていうところですよね。まあ、そうだな、まあ、あのピッチャーがいたら出てこれると思うけどね、うんうん、青森山田は豊さん、なんか注目選手いました、ね。まあ、吉川というショートの子、はい、やっぱり勝ち上がってくるそのチームにやっぱショートって不可欠なんだろうなと思うよ、うん、やっぱいい動きもするし、はい、まあ、ちょっとやっぱセンスが抜けてるというかね、うんうん、まあ、そんな感じはしたよね、うん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 、あとはやっぱピッチャーの関っていう、はい、エースの子ね、うんうん、どんなタイプのピッチャーでした？まあ、オーソドックスだけど、うん、やっぱセンスを感じる子だよな、うん、こう一生懸命投げてて、はい、球いってるとか思うけど、うん、でもセンスを感じない子っていうのもいるわけよ。あ、そうです。でもなんかこう関君っていうのはすごくセンスがいい子なんだろうなっていうのは感じるけど、うん、もうね、青森山田というと本当に常連校で、まあ、そうだな、ね、はい、まあ、このチームは中学の時に全日本取ってんだよね。強い。いや、それでみんなで甲子園行っても全日本、あの、日本一になろうっていうんで結束をしてたというね、はい、まあ、だけど京都国際に敗れるという、ね、そうです、逆転でね、そうです、準決勝で、ね、青森山田を破ったのが京都国際、はい、京都国際は、ね、非常に今年注目で、まだ数年ぐらいなんですよね、出てきて強くなってからは、まあ、まあ、そうだね、どういう風なチームなんですか？まあ、どういう風なチームってやっぱりピッチャーがいいわ。あの、中崎っていうのと西村っていうの、はい、3年2年がいるんだけど、はい、この左ピッチャーがやっぱいいわ。チェンジアップとかカーッと抜けるんだけど、はい、中崎っていうのはスライダーがいいんだよね、はい、だから横の幅を使うらしいんだよ、うんうんうん、西村っていうのは奥行きを使うから各バッターのインサイドついていくっていう。キャッチャーもしっかりしてるんだけど、やっぱそこまで考えながらやってるんだよね、はい、でそこに要求通り投げてくれるんだよ中崎西村って。ほらね、やっぱ高校レベルじゃなかなか打てないよ。でもね、結構似てるんだけど、やっぱ攻め方が全然違うというね。どっちを使うかっていうのを、うんうん、相手のバッターを見たら分かるよね、うん、あ、こっちの方が合うなとか、はい、こっちの方がダメだなとか、うん、まあ、いろいろそういうことで使い分けが効くし、はい、まあ、どこのチーム行ってもエースになれるんじゃない？2人。あ、そうなんですね。いや、そのぐらい効率高いから。3年生と2年生なんですよね。まだ2年生もうまた出てくる来年。そうですよね。3年生の中崎投手です、はいはい、投手は今年どうなんでしょうか。プロ志望届出すのか。どうやろうな。ワンクッション大学を置いてもいいけどね。うーん、プロは行っても面白いと思うよ。ああ、そういう感じなんですね。期待がいがあるというか、まだ伸びしろいっぱいありそうな感じがする。楽しみですよね、はい、で、その京都国際と決勝で当たるのが関東第一です、はいはい、そうだな、はい、あのピッチャーも酒井、うん、早いなあいつ見ててそう、早いから。いや、馬力あるわ、うん、ただ欠点があるな、酒井、はい、ちょっとね、だこれを狙われるときつい。だからちょっと気をつけた方がいいな。それから他にはそらもう市川、はい、あのショートの子、うん、ほら、こうセンスあるわ。ただバッティングが効かないんだよ。バッティングがもう、うね、もう一つランクが上に行くと、うん、プロ行っても面白いと思う。おー、そのぐらいやっぱ守備はうまいと。うまい。センスが。はい、うん、まあ、ね、同じ内野手なんで、豊さん、まあ、1回目 の、 逸材というか、はいはい、見つける中でもやっぱ内野手のやっぱね、ショートが気になるんだよやっぱ高校野球でうまいっていう内野手はほとんどショートやってるよ。セカンドとかもったいなくてやらせられない。やっぱショートだよ、うん、そうなんですね、ショートがちょっといまいちできないなっていうのがセカンドもあるから、うんうん、これまで歴代の高校野球見てきた中で、今プロ行って OB の方でもいいんですけど、本当にショートはうまかったなっていう。それは立浪だよ。ああ、って言える。これはうまかった。それは高校見てました。いや、もうすぐプロで使えると思った。守備だけは、ダッシュ力が違う、入って行き方が違うから、そりゃ立浪の右に出てくるもんはいないと思うよ。それパッと見たときに、うん、まあ、その時って豊さん大学生じゃなくて、まだ、いやいや、もうプロ入ってるよ。プロプロ目線だよ、お前。いくつ違うの？すいません。そうか。11違うから、立浪って。あ、そんなに違うんですね。そうそうそう。だから18の時は俺もう29だから。じゃあもう太陽でね。バリバリやから。ね、賞を取ったりとかしてた時ですよね。そう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 。で、それで見てすぐにも。いや、これは違うと思う。
この子はいいセンスしてんなと思った。そしたらもうすぐでしたもんね、入ってきてから。そうそう、入ってきてからやっぱプロで一番うまいんじゃないかなと思った。それ立浪さん以降ってそういった選手って出てきてないですか、内野手で。あの動きの良さだろ、うん、バッティングだけじゃなくて守備だけで言えば、うん、立浪だと思う。それ以降出てこないんだ。で肩壊したりとかしたでしょ。もうそれから練習しなくなったらもう落ちてったから。いや本当に。あのまんま1年目の時のようなボールの入り方とかやってたらもう本当すごかったと思うよ。豊さんがそのコーチ、ベイスターズ DeNA のコーチをやっていた時に DeNA に入ってきた選手でこの内野手すごい。いないな。いない。もう下手くそばっかりだよ。いないです。DeNA は。いないよ。ひどいから。それは現役の時だったら進藤だよな。ああ、なんかお名前出てましたね、前も。進藤達也。ボーラーうまかった。はい、ただコーチの時いない。コーチの下手くそばっかりだよ。そうなんです。ひどい。え、DeNA ってそういうセンターラインだったり、内野手うまい、守備のうまい人って。それはね、石井拓郎がピッチャーから内野手に行った時に、あ、この子はうまくなるだろうなと思って。うん、この前も話したサードで一番上がったのは誰だって、はい、石田グルって言ったけど、うん、それも上がった、うん、だけどそれ以降若手でとかであんまり出てこなかったんですね、やっぱり。まあ前へとかはいたよ、うん、まあまあうまいけど、はい、ちょっと強さがない。綺麗さはあるけど、うん、やっぱ内野でね、やっぱ強さっていうのが必要なんだよ。それが迫力になってくるから。はい、そういう選手を含めていろいろ歴代見てきたけど、やっぱ立浪がナンバーワン。やっぱ立浪さんってすごいんですね。でもそのすごさがすぐ消えた。練習肩練習しなくなって。やっぱ練習は嘘つかない。いや練習嘘つくんだよ。嘘つくんだけど、やっぱあんまりやりすぎると良くないっていうことも、うん、まあ分かっただろうし、はい、でもボールのさばき方っていうのうまかったよ。でもやっぱり一番柔らかくて確実うまかったなと思うのは篠塚さん。篠塚さんは豊さんはそのの1個上。それ例えばもうそのプロの前から有名だったんですか。ああ、それは有名だよ。それは打つ方がね。あ、打つ方がだった。でも入ってから篠塚さんの守備見た時、うん、あ、これダメだと思った。これかなわねえと思った。へえ。あの柔らかさとか、はい、それはかなわない。でもそのお名前が出て、最近のこういった子たちの中から名前が出ないっていうのは、やっぱり昔の選手の方がやっぱり守備力っていうのは あったな。あったんです、ね、それはお前もう石灰つけて打たれてたから。暗闇で暗闇で、ね、いやいや本当に本当に、まあ、そういう世界だから。厳しかったんですね。ドロンコどころじゃないよね。関東一高市川君もそうだけど、はいはい、高橋君、うんうん、サードのね、はい、あ、この子はね、あのバッティングを含めて、はい、まあ、魅力のある子だよな。バッティングも含めてなんですね、高橋選手。バッティングがいいわ、うんうん、ただやっぱり守備を鍛えないとプロではちょっと苦労するかなというね。そうですね、まあ、守備もそこそこなんだけどね、はい、今のレベルで甘んじてるようじゃダメだよね、うん、でもバッティングはね必ず通用してくるようになる。豊さんが最初挙げて、ね、前の動画で挙げてくださったその注目選手以外にも、やっぱりこう準決勝、決勝になってくると新たな高校から新たな選手の名前っていうのがたくさん上がってきますね、いい選手。まあ、そうだな、うん、まあ、監督としたら関東一高の監督が一番いいんだよ。なぜまた中央だから。あ、中央なんですね。中央なのよ。中央っぽいですか、戦い方。守りをよく鍛えてるな。バッティングもそうだけども、はい、バッティングもその高橋を中心に、うん、打てないことはないけども守備の方を重視してるな、あの監督は。やっぱ守備からの破綻っていうのが負けに近づくっていうのをよく分かってらっしゃるというか。そうなんですね。後輩だかららっしゃるじゃないですか。ちょっとおかしい方なんですけど。あ、中央大学の監督が関東一高を率いてるということなんですね。まあ、なんかそういったあのどこの監督とかどこ出身の監督っていうのも見るのもまた一つ面白いですね。いや、まあ、もう面白いよね、うん、いやだから中央で一時期駒沢とかたくさんあって、うん、まあ、アジアとかも、はい、まあ、日大もそうかな、日大系も、うん、あと東海系も多かったんだけど、うん、まあ、ここで中央っていうのが出てきた。これまたね、関東一高が優勝すると中央大学の、ね、監督って、まあ、酒井君はもう必ず中央に多分行きますよ、はい、進学するってことですね、中央大。まあ、あのこのままプロに行かない方がいい。やっぱちょっと苦労する。
うん、で大学でちょっと磨いてそこら辺、はい、で大人になって、うん、あと高橋君もそう行った方がいいかな、中央大学に行った方がいい、うん、近くも、まあでも枠がな、そうなん、そうですね、枠がありますので、まあでも優勝準優勝だったら取らざるを得ないでしょう、まあ取るでしょう ね、 ね、 っとね、本当に京都の中崎君も、はい、もし良ければ、うん、良ければ中央中央いやいや本当に本当にあの青森山田の関君も、はい、みんな中大にね、中大に行った方がいいですか、飛ばして今中度中央来てるから、来てる来てる、いい選手入ってるからプロにね、一番人気だ、それは人気なのはやっぱりその何ですか、そのもう伸び伸び野球でしょまあ今の時代に合ってますね、もう森下見てたら分かるだろ、分かりますね、伸び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 やって、でも一方で、はい、矢野選手とかのアジア大も守備いいですし、鍛えられてプロ来ますよ、まあ確かにね、うん、まあ、ゆっくりしたい人は中央に行っただけどその中でチームメイトと一緒に競い合うから、そうです ね、うん、ね、伸びしろ持ったままプロに行ける、うん、だから今年ね、プロの志望届を出すのか、はい、それとも例えば違う進学とか、まあまあ そっちに行くのかも楽しみなね、選手たち、特に3年生は楽しみですけれども、はい、まあ、そうだね、はい、体もいいしね、今の子って、うん、あの力もあるし、はい、まあ、センスは洗練されてるし、うん、だすごくいいと思うんだけど、はい、やっぱプロに入るともう一つやっぱ精神力というかさ、うん、やっぱ気持ちの強さっていうのが必要になってくるからね、うん、まあ、そこら辺をこう自分でどうやったら鍛錬磨けれるかっていうことを少し考えると、もっともっといい選手になっていくなと思う。なかなかあれですか、高校からプロ入って1年目でも即活躍っていう選手ってなかなか、まあ、高校からはないよね、野手はないですね、あの清原選手ぐらいですか、まあ、清原の次が立浪という、あ、立浪さんか、そうか、そうか、ですよね、ピッチャーはね、あの結構いますけれども、まあそうだな、ね、この中から何人選ばれるのか、そして何人ね、どんな道に進んでいくのかも楽しみですし、また注目の、まあ、はい、決勝、ただもう決勝だからな、はい、そうなんです、まあ、10時から関東第一と京都国際、これ東東京と京都の対決ということになりますけど、ピッチャーさん、どんな試合になりそうですかね、どう攻略するかだな、京都の方は意外とこうオーソドックスに来ると思う、うん、だけど関東一高の方はちょっと戦略を持ってピッチャーを攻略に来ると思う、あ、京都国際の、うんうん、なんでかというと関東一高のそのピッチャーってオーソドックスな攻め方なんだよ、大体が、うん、こう自然体というかさ、はい、それに対して自然に素直に打っていけっていうのが京都で、うん、でも素直に打っていって打てないのが京都国際の2人のピッチャーだから、いやだからそこら辺にはやっぱ戦略がいるんだよ、関東一高はそうですね、だからもうここで中央の頭が試されるとなるほどそう監督のだから頑張らなきゃいかんぞみたいな、なんかあれですね、中央の頭脳 VS 京都国際みたいな感じになってきましたよそうだな、だから京都国際って関東一高もいいセンスしてるけど、はい、京都の子って、うん、なんかセンスがいいんだよ、なんかすごく、あのこなしとか、あ、そうなんですか、うん、いやすごくそう感じるのよ、はい、で関東一高の子ってすごく素直に一生懸命っていう感じがするわけ、そこにはセンスももちろんあるんだよ、はい、あるんだけど京都の方が一枚センスは上手かなっていう、うんうん、純朴さっていうのはなんか関東一高の方がなんか持ってそうな、うんうん、だから監督の言葉が響くというか、はい、だから監督って大事だぞって、なるほど、だから戦略を持って戦えと、もしこの動画をね、あの関東一高の監督が見てたら、うん、俺バーサス京都国際かみたいな、ね、感じですよね、中央期待してるぞ本当にも、あのこれね、もしじゃあ関東一高が勝てば豊さんちょっとあのね、いつかゲストで会いに行ってみたいよな、そうですよね、中央大学の ね、 ね、方なので、ジャイアンツ優勝したらこれで、あ、ジャイアンツ優勝したら中央ばっかり、高校とプロ、そうですよ、そうだ、中央がね、今最も熱いって、熱いよ、お前慣れてきますよね、熱いですね、熱いどころじゃないよ、お前本当、だからこれね、中央大学に入りたくてもう長蛇の列みたいな、なるな、なってきますよ、なもう中央フィーバーですね、フィーバーどころじゃないよ、お前ファイヤーだよ、ファイヤー、中央ファイヤー、中央ファイヤー、そんなね、暑い夏にそうだ、なりそうですけれどもね、はい、はい、頑張ってください